運命の左折は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・風第四シリーズ第11話。制作葬式のラッセル・ティ・デイビスが脚本を執筆し、2008年6月21日に BBC1 で放送された。10代目ドクター役のデイビッド・テナントは、ドクターの登場が少ない本作に、ほぼ出演していない。本作では、ドクターのコンパニオンであるドナ・ノーブルと、 彼女と先代コンパニオンのローズ・タイラーの遭遇に焦点が当てられている。物語は2006年クリスマススペシャル、消えた花嫁の出来事で、ドクターの死んだ大体世界で展開され、彼の死を原因にディストピアへ変貌してゆく世界を救うためローズがドナーを説得する。本作の冒頭と終盤は、ドクター風の普通の世界の続きにあり、第4シリーズのフィナーレ。 盗まれた地球へ直接つながるクリフハンガーに終わる。本作はデイビスの脚本とテイトのパフォーマンスが絶賛されており、海外市民の強制収容に特徴を付けられるディストピア描写が賞賛された。本作はその週の放送で4番目に多く視聴された番組であり、視聴者数810万人、アプリシエーションインデックスのスコア88を記録した。 ヒュー賞映像部門短編部門にノミネートされたドクター・フーダイオンシリーズのエピソードの一つでもある。ドナの背中にクワガタをつけた占い師役のチッポちゃんは第3シリーズのユートピアでヤナ教授の女子ちゃん像を演じていた。医学生オリバー・モーガンスターンはスミスとジョーンズからの再登場であり、同じくベンライトンが演じた。 運命の左折はドクターの出番を減らして低コストで制作されたドクトル・ライトのエピソードである。本作はドナの出番も減らすのではなくミッドナイトを補完する形で執筆された。ミッドナイトではドクターが中心的な役で登場し運命の左折ではドナとローズに焦点が当てられた。本作は番組の主脚本家かつエグゼクティブプロデューサーのラッセル・ T ・デイビスは執筆した。 彼は、ドクターのいない人生という本作のメインコンセプトを1998年の映画、スライディングドアと対比した。デイビスは視聴者に、ドクターは死をもたらすのか、それとも防ぐのか、という疑問を投げかけることに期待した。本作はドクターがいない場合の死の規模に焦点が当てられ、暗示された死者数は脚本を執筆した時のデイビスも驚く、ものであった。 主演のデイビッド・テナントは、ドクターを取り巻く死を彼の罪悪感の主要なパートとして引用した。本作のトーンは、戦争中の生活である。イタリア人のロッココラ・サントといった外国人が送られた強制収容書を脚本の方針や、ウィリフレット・モッドの説明的なセリフを通して、第二次世界大戦のナチスの強制収容書、特に、 アウシュビッツビルケナウ強制収容所と対比して、デイビスは自らの序述を反映した。デイビスはローズ・タイラーとドナを重要視した。ローズがドナを創造物の中で最も重要な存在と言ったのは、ドナへの癒しになり、死ななければならないとドナが悟ったことは、キャラクターの成熟の縮図として意図されたものであると、本作のプロデューサーであるスージー・リガットは考えた。 本作の鍵となる構成要素はビリー・パイパーが演じるローズ・タイラーの再登場である。パイパーの復帰は第二シリーズの撮影の間に計画されており、2006年1月にパイパーはもう複数話の撮影を約束する契約をした。デイビスとパイパーは第二シリーズでの離脱が永遠のものであると説明するために彼女を他のプロジェクトとして言及していた。特に フィリップ・プルマンのサリー・ロックハートの BBC 版主人公サリー・ロックハート、ドラマ、シークレット・ダイアリー・オブ、エイコール・ガール・ノベルド、ジュール、マンス・フィールド・パークの ITV 版ドラマのファニー・プライスが隠れみのに挙げられた。ドナト・ドクター、死に覆われた星、ミッドナイトにおける会話での言及やパイパーのカメオ出演を使い、デイビスは、ローズの再登場を期待させた。 デイビスは2007年10月27日に本作の執筆に着手した。予定より数週間遅れたため、脚本を間に合わせるために彼派4日後のナショナルテレビジョンアワードへの出演を辞退しなくてはならなかった。彼は脚本の執筆をたくさんの組み立てが必要だから進めるのが難しいと述べた。彼が執筆した冒頭のシーンはそれまでに、 彼が描いた、どの冒頭よりも長かったが、放送された冒頭シーンはさらにその3倍、長かった可能性があると認めた。彼は、自身の脚本が、第9話と第10話での放送が予定されていた、同じく平行世界の要素を含むスティーブンもファットの二部作、静寂の図書館と、影の森に被らないように注意した。ドナの父、ジオフを演じた。 ハワード・アット・フィールドが死去したことと、ローズの説明的セリフの執筆が困難であったため、デイビスは執筆が遅れ、撮影への用意を確定させるために、脚本の結末を急がなくてはならなかった。彼は11月2日に脚本を完成させ、制作チームの残りの人員は、本作の撮影の準備が可能となった。デイビスは、本作のクライマックス、すなわち、 ローズの警告の効果をドクトル風コンフィデンシャルの対応するエピソードで説明した。ローズが口にしたバッドウルフという言葉はそれ自体が有害ではなかったもののドクターに対する警告として働いた。ローズがこの言葉を発するということはローズとドクターがそれぞれ暮らす宇宙が互いに崩壊しつつあることを意味する。デイビスは 本作が第4シリーズのフィナーレの一部であるか否かを主張せず切迫したファンの議論には加わろうとしなかった。本作はドクトル風マガジンで2部作のシリーズのクライマックスの前奏として部分的に働いていると記述された。大体宇宙を作り上げたタイムビートルは本作の脚本で巨大な黒い甲冑、光沢のあるコ羅ラと黒く尖った足が動いてたわみ、大顎は 一緒にカチカチと音を立てると表現された。デザインはプラネット・オブ・ザ・スパイダーズでサラ・ジェーン・スミスの背中にしがみついた惑星メタベリス3の巨大雲に影響を受けた。甲虫が普通の地球のカブトムシに似た外見をしていることは恋であった。人工装具デザイナーのニール・ゴートンは馴染みのある姿にすることで物語が柔らぐと考え、新地球のネコナースや スミスとジョーンズのジュデューンを例として挙げた。キャサリン帝都の演技の負担とならないよう、甲中の道具は繊維ガラスを枠に合わせて制作された。本作の監督グレアム・ハーパーは、本作のコメンタリーで、ポンペイ最後の日のルシアスのような超能力のある、キャラクターしかカブトムシの存在には気づけないと主張した。ドクターはこの生物をトリックスターの旅団の一味と判断した。 トリックスターはドクター風のスピンオフシリーズザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズに繰り返し登場する悪役で、その手法は極めて重要な瞬間を変えることにより歴史を改変するというものである。ラッセル・ティ・デイビスは明示的に時間交渉とこの悪役を結びつけ、ドクフー風コンフィデンシャルでは今にもドクターを追おうとするトリックスターが登場するザ。 サラ・ジェーン・アドベンチャーズのエピソードのクリップ映像が流れた。本作は主に第7制作ブロックで2007年11月26日から12月8日までミッドナイトと同時に撮影された。最初のシーンはカーディフのベイ・チャンバーズで撮影され、ドナの家族がリーズに移った住宅事務所はコピー屋に隣接した倉庫で撮影された。翌晩には カーディフのビュートタウンでローズとドナの最初の出会いが撮影された。2007年6月25日の設定のシーン、具体的にはドナが交差点で曲がる準備をしているシーンと、そして彼女が左に曲がるよう未来の彼女が走るシーンが放送順に11月27日から29日に撮影された。テイトが運転免許を持っていなかったため、車内ではボディダブルが ドナ役を演じた。未来のドナが過去の自分の右折を防ぐために走るシーンはカーディフのセントイーサンロードで撮影され安全上の理由で封鎖された。27日と28日の夜中にはウィリフレットがリーズに割り当てられるシーンが撮影され11月29日にはローズがドナと二度目に出会うシーンとドナとドクターでのパイパーのカメオ出演のシーンが撮影された。 スタジオでの最初のシーンは、占い師の部屋にいるドナのシーンで、番組のアッパーボートスタジオの改装された、トーチウッド、ハブのセットで2007年11月30日に、撮影された。本作における、テナントの出演シーンすべてを含む惑星シャン・シェン、の屋外のシーンは、2007年12月1日に、スプロットとカーディフロイヤルインファーマリーの付近で、撮影された。 雨が降って、漢字のバナーやポスターから、バットウルフのバージョンへの路地の模様替えが遅れたことや、昼食時に支払いについて誤解して帰ってしまった、エキストラがいたことなど、撮影は困難に見舞われた。その日最後に撮影されたシーンは、ドクターが占い師の部屋で時間交渉を観察するシーンであった。カントリーホテルでのシーンは2007年12月3日に、ポーシー・ケリーのエジャートン、 グレーカントリーハウスホテルで撮影された。リーズの段々になった通りでのシーンは、ペナースのマッケンストリートで12月4日から5日に、撮影された。キャストは歌を歌う前、ザ・ポーグスのザ・ワイルド・ローバーとクイーンのボヘミアン・ラプソディのライセンスを得た。クレアム・ハーパーは、シルビア・ノーブルがドナに話しかけられた時に、うつろな目をしているシーンで、彼女を演じた。 ジャクリーンキングに焦点を当てることを決めた。ハーパーは当該シーンをジャクリーンの瞬間にしようと決め、一人のキャラクターに焦点を当て続けることでシーンが強くなると考えた。屋外のシーンは12月5日に撮影された。コラサント家が労働者キャンプに送られるシーンが日中にアトモス社が排気ガスを放出するシーンが夕方に撮影された。 撮影は12月6日も続いた。クリスマスの日のパブの内外のシーンがポントカナのコンウェイパブで撮影され、死に覆われた星と同日での出来事のシーンの撮影が近くの公園に移って行われた。当初はトンプソン公園での撮影が予定されていたが、テイトが軽いインフルエンザに罹患していたため、急遽ソフィアガーデンズに場所が変更された撮影された最後のシーンは、 その場しのぎのユニットの基地でのシーン、12月7日から8日まで、ポンティプールの閉鎖された鉄工場で撮影された。本作の撮影は2008年1月のピックアップショットで完了した。本作が低予算であったため、本作はすでに存在するグラフィックやストック映像に大きく頼っている。タイタニック号がバッキンガム宮殿に墜落するシーンや民衆が、 アディポーズに変換されたことを報じるアメリカのテレビの映像は、それぞれ呪われた旅路とドナとドクターの映像が使われており、ラクノスの宇宙船や火のついた空の映像はザミルがすでに制作していた。予算額は本作の制作に悪影響も及ぼしており、デイビスはターディスに火をつけようと考えた後に本作が低予算であることを思い出した。 運命の左折の視聴者数は809万人、番組視聴選挙率は35%、アプリシエーションインデックススコアは88であった。本作はその週で4番目に多く視聴された番組で、ドクター風のレギュラーエピソードがそれまで達成した中では最も高い順位であった。なお、2007年クリスマススペシャル、呪われた旅路はクリスマスに放送された。 番組全体で2位、盗まれた地球と旅の終わりが、それぞれ2位と1位であった。ドクトルフーマガジンの読者の間では、本作は第4シリーズで盗まれた地球と旅の終わりに次いで2番目に良いエピソードであり、平均評価は8.81、10であった。さらに、本作はドクトルフーフォーラムのメンバーの間での第4シリーズで4番目に良いエピソードとされ、 高評価率は88.0%であった。モンスターズ・ウィズ・イン、ドクター・フーに関する文献の著者である、スティーブン・ジェームズ・ウォーカーは、ドクター・フー第4シリーズの無人イドこと彼の著書、モンスターズ・ウィズ・インで、本エピソードの広い分析とレビューを掲載している。ウォーカーは、本作の起源を映画、素晴らしきかな、人生、や、スライディングドアなど、 他の著名な歴史改編 SF の作品からの引用で、あるとし、トリックスターについての言及を予想外ではあるが、フランチャイズを超えての言及は歓迎すべきものであると、称賛した。彼は、コンパニオンライトのエピソードにドクトルライトのエピソードを続けるフォーマットが理想的な妥協点であると考えたため、その形式がこれまで試みられてなかったことに驚いた。 彼はテイトが無知なバージョンのドナを消えた花嫁よりもはるかに巧妙に描いていると考え彼女の演技を最初から魅力的ではなかったキャラクターとはかけ離れていると表現した彼によるドナの分析の大半はデイビスの脚本の分析と連動していた彼は第4シリーズのドナと運命の左折の大体世界のドナの成長性の間の類似性を 素晴らしい脚本だと称賛した。ウォーカーは彼の分析の大部分をローズに捧げた。ビリー・バイパーについては明らかに水準以下だと彼は考えており、彼女の演技が最高のものではない理由として、痩せて栄養不良の彼女の外見、新しい髪型、わずかな滑舌の悪さを挙げた。本作での彼女の役割が、どなのものよりも、はるかにうまくできていないと彼は批判し、 複数のコンセプトについて詮索した。そのコンセプトとは、なぜローズはドクターが死んだと聞いた時にショックを受けたのに、後にドナの歴史と運命について知っていたのか、ローズは宇宙を旅していたのか、あるいは単にタイムトラベルしていたのか、なぜローズ自身はドナを過去に送らずに、過去のドナを左に曲がるよう説得しなかったのか、なぜローズは彼女が登場する間に服を着替えなかったのか、 そしてなぜローズは誰にも自分の名前を言わなかったのか、などである。彼は以前に言葉の魔術師ラストオブタイムロード静寂の図書館で言及された名前の力の概念への言及に注目したが、最終的にはデービスがエピソードのクリフハンガーを設定できるようにするためだったと理論化した。ウォーカーは本作をかなり大人びていて、 時に予想外に暗い領域に踏み込んでいると表し、災害後に人間の本質の対照的な側面を浮き彫りにしたと、デイビスを称賛した。具体的に本作には、ウィリフレッドの電撃的な精神とユーモアに溢れ道徳心の高まる歌声に、代表されるポジティブな面と、ノーブ類への新しい隣人への恨み、シルビアの落ち込み、そして特に外国人の収容所への抑留などに、 代表されるネガティブな面がある。彼は続けて、ドナが数シーン前に彼をムッソリーニと呼んでいたことと比較し、彼の抑留はさらに悪い光を投げかけていると感じたという。ウォーカーは AA がファシスト独裁政権へ変貌したことは、デイビスの執筆したベールに包まれた政治的なポイントだと考えた。彼は、 本作がこれまでで最も破壊的なものであった理由として難民や亡命者としての生活を余儀なくされているデイリーメールを読む人々と非武装の民間人を狙うユニットの軍隊を挙げている。最後に、ウォーカーは監督のグレーム・ハーパーがアガサ・クリスティ思想の謎と運命の左折という全く異なる作品の演出で彼の信じられないほどの多彩さを発揮したことを褒め、 プロットに関する懸念は、脚本の独創性、知性、魔の大胆さに覆い隠されていたつづった。ウォーカーは本作を、ドクター・フーの長い歴史の中で最も特別なものの、一つと呼んで締めくくった。ウォーカーは本作を第4シリーズで5番目に、好きなエピソードとして評価しており、これは、静寂の図書館と、ミッドナイトの間であった。 批評家の反応このエピソードは批評家から大半が肯定的な評価を受けており、多くが低トの演技の力を上げている。デジタルスパイのベンドーソン・ジェームズは5つ星のうち4つ星を与えた。本作を映画スライディングドアと比較し、歴史改編 SF の綾を議論し、彼はコンセプトが乱用されたと思ったが、興味をそそる努力、と。 デイビスがくだらないことと考慮とした闇のバランスを取ったことも感じた。脚本についてはファミリー向け番組として協力で先の対戦で経験した同じような恐怖をウィリフレッドは痛烈に思い出すと評した。パイパーの演技については彼女の鉛を口の中を局所麻酔薬で麻痺させたようなものと対比した。ザ・ステージのマークライトは本作を 肯定的にレビューした。彼は、前は、ミッドナイトが、これまでのデイビスの脚本で最高だったと述べ、デイビスが、最後の3作でそれを上回るか疑問に思っていたが、本作について、おそらく、ミッドナイトより先に進んでいると綴った。本作はドクターが架空の宇宙にとってどれほど重要で、あるかを強調していたため、運命の左折は自身と共鳴したと彼は説明した。 彼のレビューでは、テイトがドクターに出会う前のドナを演じたことは、テイトの多面的な描写を例示した、本物のキャラクターパフォーマンスだと称賛した。彼の主な批判点は、ローズと時間交渉の登場であった。ローズの再登場に彼は大喜びこそしなかったが、パイパーがドクター風新シリーズの初期の成功に不可欠な部分であったと認めた。一方で、 カブトムシは説得力のないプラスチックの塊であり、古典的なシリーズの低予算を彷彿とさせると考えた。彼はドクター風の過去だけでなく、未来についても多くのことを言っていると言い,い、第4シリーズの最後の2本のエピソードに期待して、レビューを締めくくった。イグンのトラビス・フィケットは、本作に7.8、10の評価を与えた。本作を嵐の前の静けさ。 土神という結末への先駆けに終わる無害らしいボトルエピソードと特徴付け本作を仕事を成し遂げた具体的にはエピソードの重みを運んだ帝都の能力を称賛した彼はドナがローズにあったことにドクターが気づいて宇宙が危険にさらされていると推論するクリフハンガーのシーンを強調しこれを本作で最高の瞬間として デイビスの別れのエピソードのために適切に大規模な前提をもたらす卓越した瞬間と綴った。なお、彼は本作について二つの大きな点を批判した。一つは、甲中の備品が説得力に欠けて見えることで、彼は人々がなぜ背中を見ていたのかというドナの疑問を弱らせてしまうと考えた。もう一つは、本作が ディビスのハイライトの一巻きであると考えると、次の落とし込みへ移ることを視聴者に思い出させることであった。最後に、彼は何かが一連の出来事から欠けていると感じながらも、本作が第四シリーズのクライマックスの良い設定として機能するとコメントした。脚本の等の継続的なシフトは、それが物事を軽くすることが許されているように見える、たびに、 物事は再び悪い方向に向かっていたので治療に働いた。そしてそれはシリーズだけでなく RTD の4シーズンのストーリーアークのために潜在的にコルクを締めくくるダブル法案を設定しています。カルトテレビブログ伝オブギークのサイモンブリューは運命の左折が本当に本当に良かったと述べテートとクリビンスがより柔軟に行動することができ、 他の脇役がクリビンスのエピソードへの貢献から学ぶことができたと述べた。ただし彼はバイパーの演技とカブトムシの装具、そしてテイトが時折自身の番組ザキャサリンタテショーのキャラクターのように演じていることに対して批判的であった。彼はこのエピソードは相変わらず興味をそそられるもので非常にうまく処理されていた。 脚本の等の継続的な移り変わりは、物事を軽くする慣れそうに見えるたびに、再び悪い方向に向かっていたので、うまく働いた。そして本作は、第4シリーズだけでなく4シーズンに及ぶ、ラッセル・ティ・デイビスのストーリーアークを締めくくる、潜在的な、素晴らしい日本盾を設定すると彼は綴った。原文では、A huge black beetle, s h ケリペイス、スピンディリー、 ブラックレッグスムービングフレキシングマンディベルズクリーキングトゥゲザーありがとうございます。